はい、こんにちは。スプレーアートエデンの梅ちゃんとタヤちゃんです。今日本からバンコクに来ました。今バンコクで1日でどんだけ2人で楽しめるのか、行きたいことやって、やりたいことやって、行きたい場所行って、どんだけは1日で楽しめるのかって。ということで、バンコクのバスターミナルからここまで2人で500円で2時間のバスに乗ってアユタヤまで来ました。で、ここに入るのに20バーツだから40バーツだから入るのに120円かかります。 OK! レッツゴー。エフェクト1、2、3。やばい、見て、景色がめっちゃ綺麗だ。あ、景色やん。景色だよ。あの小鳥さんが可愛いって言ったの。違う、見えない。ここから見えない。いるよ、いっぱい鳥いるよ。はい、次の場所までレッツゴー。着いた。今何つった？何つった今？何今なんか言っちゃいけないこと言って今。すいません。何つった今？はい、ということでゾウパークに着きました。はい、2カ所目だね。ほら、あ、見えてやば。かわいすぎる。おっ食べ方やば、見た。はい、ということで、トラちゃん、おります。トラちゃん、オッケー、で、遺跡2つ目、すごいな、綺麗だね。ここが、ここの一番の見どころです。あれよりも、頭下にしないと、怒られるから。下すごくない？はい、なんか近く行ったらもう動画に収まんないこれ。タラーン、タイスタイル。いや、めっちゃいい。超涼しい。これでね、2つで1500円。すごいね。やばくない？上下で1500円。レッツゴー。やばい。なんかさ、ちょっと寝てしまってどっかわかんない場所に来られた。今からカオサン通り向かいます。ということで、カオサン通り到着。ホテル探したり、ここら辺回ったりします。お前たち仕事に見た、さっきの ID 国際学生証が作れて、めっちゃ使えるの海外で。日本の免許証も作れた。免許証とかで動画撮ってたら、なっつって、さあ、なんか危なかったね。そう、フルーツデート。イエーイ。これでね、300円、2つで300円。やばい。はい、ということで、今日朝からアユタヤ行って、ゾウ見て、餌あげて、餌あげて帰ってきて、いろんな遺跡を見て、カオサン通り来て、ホテルも安いところ込みで、食べ物もランチも食べて、服も込みで7790円。やおー、 OK ということで、楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価、コメントも忘れないでください。